私は運転するときいつもねラジオを流してるんですよね。ラジオっていろんな曲が流れてくるじゃない。でね、たまたま昔見てたアニメの曲とかが流れてきて、すげえ懐かしい気持ちになりましたね。いやもう今でこそアニメ見ることなくなっちゃったんだけれども、昔は僕もアニメすごい好きで、天空の城ラピュタと風の谷のナウシカをそれぞれダビングして毎日見てた。毎日交互に、ね、ココアを飲みながらそのアニメを見るのがすごい好きな時間だったんですよね。で多分ね200回ぐらいずつは見たんじゃないかな。それ1年以上続けてたから、その毎日をね、なんていう風にねちょっとね懐かしい思いをしております。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。皆さんアニメ好きですかね。今エヴァンゲリオンかね、劇場版もやってて、 Amazon プライムビデオで見れるんだもんね、過去作のやつね。見て追っかけてみようかなってちょっと悩んでるんですけども、というわけで今日はですね、ちょっとゲーム、気になるゲームを、まあ、実際にプレイしながら紹介していくという動画なんですけども、今日紹介するゲームはこちら、ロードストー戦記ディードリット・イン・ワンダー・ラビリンス。こちらのゲームが、まあ、2D のメトロイドバニア、探索系のメトロイドバニアのゲームなんですけれども、非常にねいい感じなんですよね。前から気になっていて、このゲームはですね、Steam で今アーリーアクセスなんですけれども、3月27日にフルリリースが決定しました。アーリーアクセスである現在はステージ1からステージ4まで遊べる状態なんですけれども、フルリリース後はステージ5と6が追加されて、価格も2200円になるということで、まあ、せっかくなんでこのタイミングでちょっとね紹介してみようかなと思います。僕はね、ロードストー戦記実はね全然わかんないんですよ。見てなかったし、もともと小説なのかな。で小説から、ゲームやアニメ、テレビアニメもやってましたもんね。なんていうところにすごいいろいろこう派生していって、めちゃくちゃ人気のシリーズなんですけど、今までちょっと僕は、作品に触れる機会がちょっとなかったなといったところなんですけど、ただこのゲームはすごくね気になっておりました。このゲームはですね、チームレディーバグっていうところが作っているんですけれども、東方ルナナイツっていうゲームを作ったところ、この東方ルナナイツっていうゲームもドットの、2D のメトロイドバニアになってるんですけれども、クオリティがねかなり高いんですよね。でこのフルリリースを記念して3月13日から、全27話のロードストー戦記が一挙放送される。ってことはこの動画が出る頃にはなんだもう放送始まっちゃっててちょっとみんなごめんなんだけれども、まあ、そんな感じになっておりますね。一挙放送はいつまでやってんだろう。いやまあ一挙放送だからもう終わっちゃってますね。プレミアム会員の方はタイムシフトで視聴ができるのかなと思いますけど、まあとりあえず今日はねゲームの方をちょっと見ていきたいといったところです。では早速プレイの方行ってみましょう。では、ディードリット・イン・ワンダー・ラビリンス遊んでいきましょう。ステージ1、偽りの森ということで、ここに今横たわっている子が主人公のディードリットちゃんですね。ロードストー戦記は僕ちょっとあんまり詳しくないというか全然知らないんだけれども、魅力的なキャラであることには変わりないと。一応ねロードストー戦記のヒロイン的な存在という形になると思います。ハイエルフだそうですね。さあ、まあちょっとしたでこうチュートリアルがあるんですけれども、とりあえず置いといて、置いとくの置いといちゃっていいの。ですね、まあ、ジャンプがあって攻撃があって、攻撃はまあそれぞれ、方向を選べるよと。シャッ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 、これ強いんだよね。これが結構強いなと思うんだよね。でね、一応その 2D のメトロイドバニアで探索しながら進んでいくという形で、ステージはねちょっとまだ見えないか。右も左もどっちでも行けます。さあ皆さん、こういうゲームが始まった時まずどっちに進みます？右に行くよね右に行くよね。ところがね、ごめん、このゲームちょっとね左に進むんだわ最初。あ、ちなみにねこうやってねバックステップもありますね。これねいいよね、これ残像残る感じすごいいいなと思ってます。さあでは進めていきましょう。このねぬるぬる動く感じのねこのいってちょ待って、着地したところに早速いたんですけれども、ちょっと待ってよ。しかし俺にはこれがあるさ。おいしょ、危ねえと思ったらバックステップとかっていうのもね使っていきたいと思います。あ、ちょっと待って、いきなりねアイテムが落ちてますのでこれ取りましょう。敵を倒すとアイテムを落とすことがあります。まあ武器なんですけれどもね、レイピアのコンボじゃねえや、ゴブリンのコンボです。攻撃力が上がるので早速装備していきたいと思います。なぜかしら普段使わない武器なのに軽く感じるわね。ということでね、なぜ主人公はここにいるのかその理由もわからないし、ただ歩き、あ、これ危ねえ危ねえ、おしおしおし、オッケー。
なぜここにいるのか、その謎を解きながらみたいな感じですけれどもね、なんかアイテム取りましたが、これは風の精霊シルフを取りましたということで、シルフを取るとですね、空中に浮いてることができますね。はい、ホバリング、ホバリング中はね、あの上とか下とかも自在にこう動けます。でなおかつですね、LB を押してるとこの場所から動かないので、例えば弓、まだ取ってないんだけどね、まだ取ってないんだけど弓とかで方向を定めたい時なんかに良かったりします。これ回復、回復とセーブですね。でね、ステージというかこのマップは1回切り替えると敵が全部復活してるパターンのやつですね。はい、おーい、おい、いいね。こういうゲームはブラッドステインと結構動き慣れてるんで、なかなかやれるかなと思うんですけれどもね。レベルアップ、レベルもあるぜよ。でこっち側は、もう特に用なしなんで、お、お、なんだ、あれはあの人誰だごめん、絶対ロードストーン戦記を知ってた方が楽しめると思うんだけどね。さて、あのこれ、ここ行けないっすね。ここはいけないよというところなんですけど、いけないのかな、ダメージっていう感じかな。でいていよし、あ、アイテム手に入れました、インプの槍。じゃあ切り替えて、でいていてい、いいね、距離が長くなって、で右も左もいけますね。右も左もいいですねというところでやめて、ちょ、それやめて、あ、出てて、勝っちゃった、ちょ、あ、出て。ちなみにあの右下にね、あの敵の名前と敵の弱点属性や、敵の耐性なんかも出てます。なこれはね、ワープエリアですね。まだワープできる先がないので、まだちょっと使えませんけれども、とちょっと丁寧に立ち回らないとねなんか HP 減ってるから死にそうだ、気をつけて。回復、結構ね、最初はね、どこに進んでいいか分かんないから、まあ僕もまだ今ね、まだ完全に把握してこれ来てるわけじゃないんだけども、分からないから結構さまよいさまよいしながら、迷いながら来ることになるかと思います。さあ行きたいんだけれども、ガードって書いてあって行けねえぜというところで、ちょっとこっちじゃなかったね。こんな感じでね、行けないところにぶつかっては違うところを探索して、行けるようになってからまた来るみたいなことになるかと思います。これはまあ、 2D のメトロイドバニア系のね、楽しいところではありますよね。どこに行くんだっけみたいな。逆に言うと一回クリアしちゃったりするとね、こうすんなりいけるようになるから、それもそれで楽しいよねとか言ってたら、これなんかまた取りましたね。はい、炎の精霊サラマンダーを取ったよということで、また新しい精霊を、刺激することになりました。で精霊はね、常にね、入れ替えたりすることができるんですけれども、入れ替えることによって敵からの攻撃を無効化したりすることができると。でさらに精霊のレベルっていうのは敵を倒すごとに上がっていって、精霊のレベルがマックスな状態だと HP が常に回復するっていう状況が生まれます。これがね、このゲームのね、一番のね、なんだろう、面白さを引き出してるポイントかもしれません。ちょっとその部分に関しては実際にやってみないと分かりにくいと思うので、今ちょっと見せていきたいと思いますけれども、ちなみにあのこう樽なんですけれども、サラマンダー状態、これがね、なんだっけ、シルフだっけ、シルフとサラマンダーなんですけど、こうやって切り替えて、サラマンダーの状態になってると、あの空中ホバリングができなくなるので、まあ要注意ですよね。ただね、攻撃の属性とかも変わってきますので、敵に与えるダメージとかちょっと変わってくるかと思います。で、今敵倒したらなんか水色の四角いのがポポポポってと手に入ってますね。これね、水色のが手に入ると、こっちのね、サラマンダーじゃない、こっちの精霊のレベルが上がってるんですよ。要は使ってる方の精霊のレベルが上がるわけじゃないっていうところがちょっとミソなんだけども、早く溜まりきんないかな、説明できるので。そうするとレベル3になりましたね。サラマンダーで敵を攻撃し続けることによって、なんかあの水色の四角いキューブをたくさん取ることで、サラマンダーじゃない方の精霊のレベルがマックスに、ここで切り替えると HP ずっと回復するんですよ。その代わりダメージを食らうと精霊のレベルが下がるので、この HP が回復する状態っていうのが切り替わっていきます。で今逆にこの精霊、こっちの精霊の状態で攻撃するとサラマンダーのレベルが上がってくる、そういう感じになっていて、これね、これ面白いです。これがだから両方ともレベル3にしておくと、常に
HP が回復する状況が生まれ続けると。でここはちょっとまだいけないですね。落下するときはさ、こうやってホバリングしながら降りていくとね、結構敵にダメージ食らいにくい。あ、いってーちくしょう。あ、ここもまだいけなかったわ。ダメージ食らっちゃったので HP が回復する状態っていうのが終わっちゃいましたね。あ、このお肉、このお肉攻撃するとですね、敵を攻撃してるときと同じなんで、サラマンダーの、そして、シルフの精霊のレベルを上げることができます。よしよしよし、実質回復エリアですね、ここは。あ、で弓手に入れましたね。じゃあちょっと弓を使って、弓を使って肉を攻撃結構連射できますけども、 MP 使うのでそんなにずっとは使えないんですけど、まあでもあのなんか MP が足りなくて弓が使えないっていう状況はほとんど生まれなかったな。全然当たってねえじゃねえかってね普通に攻撃した方がまあいいんだけど、ね、弓はね使うシーンがありますので、こっちじゃねえよ、こっちじゃねえわ、ここなんですね、ここ。これでね、弓を使うとこのギミックが動かせるので、行きましょう。でさらに言うと、こう跳ね返したりしなきゃいけない、こういうギミックがあったりしますね。さあここはエルフで飛んで、エルフで飛んでっていうか妖精ね。さてこの上行ってみようかな。まずは上に何かある？おっと、なんかありますね。ただしかし、これは跳ね返すのが難しそうか。いけましたいけました。これは武器ですね。アリウムの二股槍っていうか、さっきナイフ取ったけども使ってなかったですね。使えばよかった。ナイフの方が強いんじゃねえかな。ナイフ、これがナイフね。もうドスみたいな感じですよね。こっちは長ネギですね。長ネギでいきましょう。長ネギかっこいい。さてここ行こうか。ここは属性を切り替えながら進んでいきます。炎、風、そしてここね、いけない、いけないかと思いきや OK。 このアイテムは、このアイテムは精霊魔法ウィル・オー・ウィスプ、光の精霊を放つ、消費 MP15 ということで、必殺技っていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、必殺技ですね。あ、これまたなんかこのザザザーってなる感じの演出がちょっと一瞬怖くなるんだけどホラー系の演出かなって思っちゃうよね。さあスレインさんが意味深なセリフを吐いて去っていきましたね。果たして彼は一体というところなんですけれども、さあウィル・オー・ウィスプくらえ強い強い強いけれども、果たして雑魚キャラに使う必要があるかって言われるとちょっと悩ましいですよね。でもこういう時ちょっとやりにくいなっていう時はいいかもしれませんね。さあまたイベントが、イベントかなと思いきや、これギムさん、これどう見ても武器売ってくれそうなんですけれども、ウェルカムと言わんばかりに武器を広げてくれました。そこ購入でしょう。さて所持金400で買えそうなものは何かな。ヒーリングポーション、魔晶石、スケープドールなどなどあるけど、やっぱり武器が欲しいよね。武器が、コバルトソードが買えます。かなり攻撃力も強いんで、これ買いましょう。ギリギリ買える、購入。まあ、そんなわけで新しい武器を早速装備で、これはいいぞ。
ちょっと待って、インプの槍俺撃ったばっかりなんだけど、これ早速手に入って、あーやばい、この敵はね炎攻撃をガードしやがりますね。なのでよいしょ、精霊を変えて攻撃する必要があります。この辺とかは違うかな。さて、新しいエリアに行けるようになったと。この右は、おっと、これはこういう微調整しながら、あーダメだ。これでどうですか。さあ、これは HP アップ、あ、これは取っておく必要絶対ありますよね。せいせい、さあ、また右も左もいいですね状態です。左からいってみましょう。新しく買った武器のおかげでね、敵がね簡単にね粉砕できますね。いいね。おっと、新しい敵、これはなんかどう見ても炎の方が効きそうですね。だってもう風の攻撃してそうだもんね。ていうか、まあ左下にね、弱点属性とか書いてあるんですけどね、青いね サイコロで表示されてるのが弱点属性っていう形になってますね。よいしょ。で、宝飾球、新しい弓を手に入れましたと。かっこいいかっこいいかっこいいんだけれども、なんで俺無駄に撃ったんだよ。 MP かかるっちゅうね。右下にさ、あの出るけれどもさ、あー食らっちゃった、あーちょっと待って石化しちゃった。右下にその敵のね弱点とかいろいろ出るけれども、だから実際にアクションやってる時結構忙しくて、なかなかね見てられなかったりしますよね。はい、 OK、 よいしょ。ま、もうやめて、もうや、石化はもういいや。一応ね、パソコンで動かしてますけれどもね、60fps でヌルヌル動いてますし、操作性も相当いいんで、かなり気持ちよく動かせますね。もっと上手くなってったら、まあ、精霊の切り替えとかさ、もっともっとこう、うまくパパ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 ンってやって、かっこよく戦えるんだろうなっていうのはなんとなく想像つく。あっちゃダメちょっと危ねえ、危ねえ、ブサイクな戦いでごめん。ほい、こんな感じだね。まだね頭がこんがらがっちゃ う精霊の切り替えがおそらくこのゲームの非常に、まあ、ポイントとなるところなのかなと勝手に思っております。さあ、セーブポイントとさらに精霊のレベルを上げるためのぶら下がってる肉がありまして、これ何の肉なんだろうね。化け物の肉だよね、おそらくね。なんか白い皮が見えますよね、その中身が出てない部分が、白い硬そうな外皮が見えておりますけれどもね。ということは、ひょっとしてひょっとしてなんですけれども、まさかまさかの、中ボスですね。はい、一見ボスなんですけどね。エイブラ知り合いなんかな。ロードストー戦記知ってる方はもっと楽しめる。何時のおろすか、何時の愚かさをしかと知るわよい。やばいやばいやばい、待って、愚かな私を罰しないでください。さあ、こいつの戦い方はまず中に潜り込んで、いてててててなんか食らっちゃいましたけど、でもそういうこともあるよ。回復させて、あ、いてててて、こいつはこれはね火、次は空中浮遊してください。あれ、空中浮遊できなかったそう、戦い方は知ってるんですけれども、うまくいってないよねっていう話で。さあ、落ち着いて中に入り込んで、バン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 、次火、あ、水だった、ちょっと待って、水じゃない、風ねあー、ちょっとこれ死んでまうな、あ、あ、ちょっとおいおい、ちょばちょば、え、ゲームを、え、リトライ、え、え、え、あれ、あ、あら、私ここで夢だったのねっていう、全く嫌な夢を見たもんだ。実はこれをね、これをお見せしたくて、あえて死んだ。いや、本当にマジで
さあ、それ今の本当にあえて死んだのかどうなのか、マジなのかどうかは皆様が判断してくださいということで、今度はマジでいきましょう。どん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 、ててちょっと食らっちゃうな。もうちょっと中に入り込んでもいいのか。おっと、風属性です。よく見て、 OK。 さあ、下手に攻撃しない。真ん中の時どうしたらいいだろう。まあ、とにかく逃げたらいいか。触れないように気をつけつつ、あ、いいね、今のなら平気。さあ次はどの属性で攻撃してくるか。炎属性です。はい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 、おい、どうですかね。戦い方が分かれば、ただ戦い方が分からないとやられても致し方ないかなという感じはありますけれどもね。さあそんなわけで、なんかアイテム取ったよと、何に使うのか分からない魂の水晶球、果たしてこれは一体何に使うんでしょうか。どこかの扉ゴゴゴゴって開くんじゃないのとか思っちゃいますよね。思っちゃうんですけど、これここはいやらしいね、いやらしいね。ほっ、おい、この切り替えですよね、いやらしいのちょっとね。おわ、ぶな、これ知らなかったら絶対初見殺しですよねっていうことで、まあ一発で死なないから初見殺しではないといえばそうかもしれませんけれどもね、気をつけていきましょい。上には何があるのかな。へい、おや、これはほんならばこうですね。はい、これ何でしょう。アイテムゲット。スライディング、スライディングじゃなきゃいけない場所がどこかにあったんですね。いいですね。じゃあちょっとね、このワープエリアでどこにワープすればいけたっけな。あ、行ってないところあるの、ここだな、ここでしょう。あったー。見ましたね、見ましたね、ここですね。さあではさらに先のエリアに進んでいきましょい。矢を連続で当てると歯車は回転するだそうです。なのでパン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 、今だー、いろんなギミック、あーマミーマミーが現れた。よいしょ、どう見ても火が弱点ですね。でもそんなに弱点でもないね。あらら、落ちちゃった。なんなら風属性の方がより弱点だったようにも見えたんだけど、気のせいか。あ、いや、風ガード6じゃんね。風はガード6です。包帯がおそらく風を防いでくれるのではないでしょうか。こいつは、こいつは風のガード4で水にちょっと弱いって感じか。しかもこいつはですね、永遠に出てきます。もし属性、精霊の状態が弱ければここで稼ぐのもいいんじゃないかなと思います。倒しきれなかったぜ、いて。こうなっちゃうので、失った分の精霊レベルはここでおのずとこうやってね、回復してから行こうかな。こうなっちゃったら食らうよね。やっぱこうなっちゃったら食らう以外ない。うわ、しかも嫌なところに、嫌なところに出て、気をつけて。これ魔界村のゾンビと同じだ。どっから出てくるかランダムだぞ。お、そしてまたこれなんか肉と回復ポイントがありますね。この優しさはまさかまさかの、あ、どうしてどうして去っていくの。ダークウェルフ、確かピロテースだったかしら。熱い展開です。あ、痛い。くそ。というわけで戦っていきましょう。あ、やばいやばい、無知で気をつけて。なるほど、これ火だね。気をつけて、痛い痛い痛い、あーやべやべ、回復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 、やべやべ、いやいや、回復回復、やばい、 OK、 いてー、
それがかわすのめっちゃむずい。やばい、あーやばいやばい、あーちょっと待っ、ちょっと待っ、え夢夢夢、悪い夢だわ。これをどうやってかわそうかな。ジャンプでした、ジャンプ来た時に、うん、オッケー、もう分かったわ。はいはい、分かった。で、オッケーオッケー。で、その後一発来て、オッケーオッケー。で、この後は、はいはい、これも入れ替わりでこうやってやって、はい。はい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 。はい、パターン分かれば余裕っちょ。パターン分かれば余裕っちよ。あー、それは？おっとっと、はいはいはい、これ大チャンス。それ何知らない、なら私も食らいやがれ。あー食らっちゃった、もう一回。あ、やばい、なんかチェーンでやばいことになりつつ倒しました。いやー、なんとか1回目死んでしまったのはあれカットして初見一発で倒したことにしておきたいところなんだけれども、くっ強いな。あ、さっき取ったやつこんなでかいもんどうやってかすめ取られるんだよ。本当はもっとちっちゃいのかもしれませんね。なんか向こう側行ったけれどもこっち側なんですね進む方向は。あー、そんなわけで、ステージにという感じになっております。まあ一応ご覧いただいたな、いただくのはステージ1までにしましょうかね。まあ、価格も非常にまあリーズナブルなんで、気になった方は皆さんね、まあステージ1も1回1プレイ見たからって別に楽しめないわけではないと思います。まあ、 ステージ1がチュートリアル的な扱いでステージ2から本番になっていくのかなっていう感じだと思います。ドットだけどこれマジでいいよね、このさ主人公のこのグラフィックとかさ、マジでいい。このこれでもちょっとドラキュラすごい意識してる感じあるよね。ね、いやそれででもいいと思う。 2D のメトロイドバニアはあのねドラキュラ系のゲームをいかにうまく違うものに昇華していくかっていうところが、その 2D のメトロイドバニアのなんかなんだろう、これからの進歩の過程なような気がするんだ。はい、さあという感じでした。どうですか、結構いい感じですよね。あのブラッドステインの好きな方とかこれ絶対こう壺にはまるだろうなとかってちょっと思ってます。まあ、ブラッドステインドはなんだろう、最終的にマップがこうで超でかい一つのものにこうガチッってなるのに比べて、こっちのゲームはまあステージ型なのでちょっと持ち味とか結構違うかなとは思うんですけれども、まあ、気になる方はね、アーリーアクセス中に購入すれば結構安いし、ぜひ今のうちにね遊んでしまうっていうのもありかもしれません。でフルリリースになったらなったでまたねステージが追加されますので、というところで、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで今日の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。